持てる？うん、持てる。大丈夫そう？大丈夫そう。もういい。よし。自転車の空気があるかどうかちょっと確認しよう。よし、じゃあ行きますか。ゴー。よし。本当の名前で言わんでよ。わかった。たこ焼き焼けんね。たこ焼きね。さあ、道路は左側歩かねえけんから、こっち側から行くとちょっと遠回りになるけど。OK。 よし、じゃあ先に行って。まっすぐ行こう。そう、今日は基本的にたこ焼きくんの後ろずっとついていくけんね。とりあえずまっすぐ焼け。え、茶色向きが左？ん？茶色の方が左？茶色の方が右。まっすぐまっすぐ。止まった方がいいよね。そうだね。よし、行こう。広島駅は思ったのと全然違う。ああ、こういうとこだと思わんかった。うん、広島駅。これはね、広島の尾道っていうところ。ああ。よし、これで。ほら、あそこで人が待ってるやろう。あそこ行くよ。自転車が通れるようになったよね。ね、ほら、でもバイク自転車は押して歩いてくださいだって。まあ普通そうよ。ね、海に落ちたいけんけ。そうそう、勢いがついてね。あ、海に落ちた。海に落ちたらえらいことになるわ。そうそう、ブレーキかけながらゆっくり。歌であったやろ。何？ゆっくりいいって。ゆっくりゆっくり下ってく。ゆっくりゆっくり下ってく。そう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 。ゆっくりゆっくり火を作る。そうそうそう。船来るんかな。船どっち自転車乗せない？このまま乗っける。うん、大丈夫。久しぶりよ。そうだろ。船みたいな久しぶりに乗るよね。うん、あと乗るのも久しぶり。見るのも久しぶりだし、あれ近くで見るの。ああ、そうだね。あと乗るのも久しぶり。いいよ、行こう。行こう行こう。うん、まっすぐまっすぐ。うん。でね、地面を見てみてん、ちょっと。この白い線があるやろ。白い線があって、ちょっと前見たら青い線が引いてあるよね。うん、この青い線をずっとまっすぐ行ったら四国まで行くけ。あ、OK。違う。基本的にこの青い線をずっとまっすぐ行く感じ。OK。よし。なんか白い線の隣にあるの？そう。これがずっと四国まで行く道ですよっていう印やけ。ああ。父ちゃんも昔行った時これを通って行ったけ。お、止まらんといけん時は止まって。そう。で、この線より中に入ろう、左側に。うん。線から出たらもうそこは車が通るところだけね。OK。で、こっちが通る。そうそう、そこは自転車が通るところ。で、左側のところが歩く人が通るところ。うん。車あるけど、こういう時は、歩く人の方に行こう。うん。いいよ。こういうのはもうしょうがないけ。道路に出て車のところに飛び出すよりかは安全じゃっけ。
もうちょっとまっすぐ行こう。今度一回降りて、はい、降りて今度上に上がろう。うん、これ押しとるときは歩いとる人ってことやけどね。あ、そっか。よし、今度また右に渡るよ。走ってみてどう？楽しい。ねえ。ただ疲れるっていうのは分かっとる。疲れるね。うん。自転車じゃけ車とは違って疲れるけどね。もう疲れるっていうのは分かっとる。そう。でも他に何があるかは分からん。まあでものんびり行けるけね、自転車だけ。まあ早く行ったら早く着くんやろ。まあ早く行ったら早く着くけど。てか早く行ったら疲れるけん。お、海の道になっていくぞ。こんな長い時間自転車漕ぐの初めてやろう。初めて。ねえ。まだ広島やらけど。まだ広島のはず。次の島ぐらいから愛媛県じゃないかな。あの橋？いや、あれじゃない。橋は、通るけどこれじゃないな。あの、赤い橋じゃなくてもう一個奥に見えてる橋だと思う、多分。うん、ここは、通るの？大丈夫、すごい楽しいとこじゃっけ。あそこ？うん。思ったよりちょっと、雪がすごいわ。まあ、そんな端っこばっかり行かんでも大丈夫は大丈夫。車来てないけ、うん。車が来たら端っこじゃないといけんけど、車がおらんときはこうやって広い道やけ、うん。真ん中走ったらいけんけど、そうそう、そんな感じで大丈夫。うん、まあ、早く行ってもええけど、せっかくじゃけ、うん、ゆっくり行って景色を見ながら行くってのがいいんじゃない？うん。夕方の5時までにキャンプ場つけばええけ、うん、5時までやったら全然余裕あるよ。まだ、11時ちょっとお尻が、足は疲れてないけど、お尻が割れそう、うん、あ、じゃああそこで休憩しようか、うん、あそこの屋根があるところあるじゃん。あるね。あそこ行こう。あの虹色にある。そうそう、いいね。やばい、久しぶりに立つ。やの父ちゃん。そうやね。これって速い方なんかな、遅い方なんかね。スピード？うん。まあ遅い方じゃけど、でもええよ、のんびり行ったらいいんだけ、うん、5時までに着いたらいいの。そうそう、5時まで。余裕やん。橋の下を通るぞ。やったー、初めて通る橋の下。ああ、そうかもね。自転車で初めて通る。よし。いいね、景色が。景色がいい。そうそう、それぐらいで大丈夫だっけ、坂道はね。うん、走る前に一回休憩するかもよ。休憩する？いいよ。お、ここのお店はね、父ちゃん前来た時食べたわ。おお。ここでホットサンドっていうのを食べた。うまい？美味しかったよ。へー。どうする、食べる？どっちでもいい。でも、コンビニがいいな。まあ、もうちょっと先で行こうか。さあ、今度はこれを左側に行くよ。左側？うん。こっちやろ？そう。左側渡ります。はーい。こっちで後で行こう。そう。でも、もうちょっとしたら自転車だけの道になるけ。嬉しい。よし、ここ。ここな。うん。自転車だけ。自転車だけの道路。見て、これが、今の地図。今そこにおるやろう。うん。で、うん、ここから今橋を渡るからね。
じゃあそろそろ橋渡るってことね。うん、もうすぐ。リボンだ。もうすぐ。自転車だけ嬉しいよね。どういうこと？自転車だけしか通れん場所。ああ、そういうことね。嬉しいよね。それは嬉しいね。けど初めて自転車で行くわ、キャンプ場。ほんとね。よし、行こう。え、大丈夫よね。大丈夫。ほんま。こっち側？左側。左側。よし、左側に寄ろう。大丈夫、ついていけよ、OK。海が見えるやろ、左側。こんな橋渡れるのもなかなかないよ。ねえ、父ちゃんこの橋渡るのも好きなんよ。なんで？気持ちいいじゃん。なんで？こんなまっすぐの道もなかなかないよ。うん、取って大丈夫。少しブレーキなやりながらやった方がいいの。そうじゃね。あとあんまり漕がんでもいいかも。勝手に降りていくやろ。ゆっくりゆっくり。おれ？おるよ。左方向です。左だって。よし、止まれってなった時一回止まろう。よし、これで左側行こうや。こっち？こっち。ちょっとここ。いいよ、ゆっくりで。手が痛くなる。手が疲れた。うん。よいしょ。手がすっごい痛い。父ちゃんの手袋貸してあげようか。いや、大丈夫。父ちゃんの手袋あれがついてるよ、柔らかいやつが。いや、今もう12時よね。12時過ぎたね。うん。ご飯屋さん探そう、ご飯屋さんを。うん。どっかあるかな。ご飯屋さんがあったらどっか入ろうね。あれ、このコスモスとかないんだもん。コスモスはないかもしれん。セブンがないんだ。あー、コンビニはどうだろうな。ないかも。コンビニあったら行きたいよね。そうじゃね。今なら何でも食える。こりゃしばらくないかも。キャンプ場に行くの？そう、キャンプ場行くよ。
次の島にある。でもこの島もでかいけえね。いい景色だな。いい景色やね。海きれいやね。ね、すごいきれい。切れてきただんだんエネルギーが、うん、けど久しぶりに広島旅するわ。長いそうや ね、 よね。これは初めてじゃね。父ちゃんってヘル食べたよね。前行った時、前行った時は食べたかな。どっかで、どこで食べたん。何食べたの。ガスト、パンとか食べたんかな。パン、うん、スーパーあれかね。スーパー、あーこの辺かもね。あ、スーパー右側にあるわ。どうする、スーパー行く、それともご飯屋さん行く。先にご飯屋さん。わかった。これは中華料理だって。チャーハンとかのお店かな。まだまっすぐやろ。まっすぐちょっと行ってみようか。うん、早く食べたいねえ。中華料理のお店が台湾料理。お、回転寿司屋があるよ。行く？お寿司行く？そうや。じゃあお寿司行こう。降りる？降りよう。よし。でまっすぐ行こう。この上乗っていいよ。学校だね。学校みたいやね。よし行こう。よし。こっちやろ？うん。よし、じゃあここに自転車置いとこうね。よし。どうだった？美味しかった。味は結構良かったよね。うん、お腹いっぱいになった。うん、けどあれ、うん、ちょっとマグロとかは噛みにくかった。あー、噛みにくかった。まあお腹いっぱいになったらよしとしようか、うん、ね。噛みにくかったけど美味しかった。美味しかった、あ、良かった。よし、頑張れ頑張れ。まだな。ずっとまっすぐやけ。で、そのまたは山登り。そう、今山登り。で、そのまたは船。そうですね、これ終わったら船だな、次多分。うん、けど大変やろうね。けど着いたら多分楽しいことがあると思う。そうだと思うよ。多分運動になるんじゃない。だいぶ運動になるね。ガリガリになるわ自転車乗ってここまで遠く来るのも初めてやし、うん、こんな歩いて押すのも初めてやろう。うん、ねえ、ずっと覚えとくんじゃない。いやね、もう忘れんわねえ、こんなん忘れんわ。この辺から乗っていこうか。うん、こっち。そうそう、ちょっとギア上げていこうか。4にしよう。
のひらが痛い？手のひらやね。手のひらか。けどここ、とかが痛いの、こことか。やっぱりこういうところに綿とかあったらいいね。ああ、そうだね。綿とかあったらね。どうする？ちょっと休憩する？うん。時間あるやろ。ある。しかし今年初めてのキャンプがこうやって自転車キャンプになると思わんかったね。しかも2023年最初のキャンプがこれじゃん、うん、自転車キャンプになったじゃん、うん、でしかも四国よ。確かに。だけどもうずいぶん来たよね。ずいぶん来たわ。あと思ったのがね、うん、2023年初めてめちゃくちゃ体力ね。そうだね、一番体力使ってるかもね、うん、じゃあ今日は茶色い可愛い恐竜も一緒におるんだけ、その子は絶対連れてこねえけんかったんだろう。うん。ねえ。トイレが伸びて可愛い恐竜があったのかな。そうか。じゃあ東京行った疲れじゃないよ、僕は。そうだね、あの時とはまた違う疲れじゃねえ。うん。あの時はどこが痛かった？手が痛かった。うん。けど今はどこが痛い？お尻が痛い。どこが痛い？お尻。お尻痛いよね。うん。もうあと 450m になった。450。あと犬食べとってよかったね。食べてなかったらやばかったわ、うん、信号通りやろ。信号通るまっすぐでけ。信号通るやろ。うん。目的地は右側です。よし、ちょっと一回ストップしよう。お疲れ様でした。よし、うん、渡ろう。うわぁ、1年生です。いいっすね。ここ向こう、今あそこに船があるやろう。うん、あれだって。あれ、あれか、あ、これ乗れる乗れる、行こうや。あ、待ってよ、切符を買わねえけんわ。切符ちょっと待っとって、切符買ってくる。オッケー。よし、こっちの前から椅子があるけ。あ、どうぞ。椅子があるのわからんかった、ごめんごめん。疲れた。疲れた、もう寝たい。テント立て寝たい。でもテント立てたら今度はうん、ちょっとコンビニとかその辺散歩するっちゅうのは。散歩やだ。この島が今日最後になって、しかも今来た島があったろう、うん、今来た島はすごいでかかったんよ。じゃあちっちゃい島なの。すごいちっちゃい。あの端っこと多分こっち側の端っこ見えるんじゃない。海の方行って見てみて。見えた？ちっちゃすぎる。ちっちゃいやろ。島がちっちゃすぎる。そうやろ。で多分余裕だと思う。山口よりちっちゃいんじゃない。まあ山口よりかは全然ちっちゃいけど、行ってみようよ。これ、ね、本当にキャンプ場あるよ。キャンプ場はね、多分これ船で行くやろう、うん、こっち側だと思う。今木とかあって見えんけど、離れすぎだろ。ちょっとあそこに船があるじゃん、うん、あそこに船が止まって、そっから自転車でバーってあっち行くだけ。大変すぎるだろ。今日家出たのが6時50分ぐらいだったんだっけ。あ、6時50分ぐらい。6時50分ぐらいで、10時半ぐらいに尾道に着いた。車を止めたじゃん、うん、10時半ぐらいに止めて、今が4時ぐらいで、まあ、結構遊んだね、うん、遊んだっていうか冒険。冒険したね。そうだね。今手袋がそれよね、ちょっとボロくなってきた。あれねえ、軍手があって、軍手の上にこの父ちゃんの自転車を、うん、軍手もちょっとあれ穴開いてきた。あれ、ああそうだね。で父ちゃんは前釣りするように買った手袋。痛い。また来んね。もうちょっと。うん、この船じゃない、こっち来よる。よし行こう、中の方まで行く。広島とはお別れやろ。ん？広島とは？広島とはお別れになるはず。
ほどね。うん。愛媛県左側の方だって。よいしょ。左側行ってね。もうちょい左行ける。そう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 。でスタンドやっとこう。よし、行こうか。あ、こっち側上がってって。すごいね、しばらく休憩できたわ。ほんまね。船があるとこ来てよかったじゃん。初めて2回乗る。あー、ほんまね。父ちゃん初めてなんかね。2回乗るのは初めてかな。あ、ここにもご飯屋さんあるって。お帰りなさいって書いてある。あー、行っとった。お帰りなさいがいいよ。夕方5時からやっとるんだって。キャンプ場わかる？キャンプ場の絵が書いてあるやろ。あ、あったね。あそこ、よし。とりあえずこれを渡ろう。今はそっちいいよ。うん。ちょっと休憩しとったけど、漕ぎやすくなっとる。漕ぎやすくなっとるね、ほんまだね、父ちゃんもや。うん、で、あとここ平べったい系。右方向です。こっちかな？続いて左方向です。ここ入ってけって言うてよ。うん、ここ。こっちの道？うん。で、左に曲がります。こっち？そうそう。左方向です。続いて右方向です。ええじゃんこれ。山をもしかしたら越えるかもしれんけど、うん、でも走りやすい道やね。うん、行けるよな本当に。大丈夫大丈夫。ゆっくりゆっくり。ゆっくり、ゆっくり。気をつけて。荷物を置いたら、うん、多分、すごい軽くなると思うよ、その前のカゴも。うん。いけ、そしたら全然余裕でいけるんじゃない？うん。今日絶対、ヘルメット。うん、ああ、そうじゃね。愛媛県ってちっちゃいとこないよね。あの、この島はね。今日ちゃんとした愛媛県がある。そうよ、愛媛県はでかいけ。のそうそうそう。今日こっちはちょっと違う愛媛県な。愛媛県でも、うん、この愛媛県の中にある島、あ、山口県も島がいっぱいあるやろ。まあね、大きい島もあればちっちゃい島もあって、うん、さあこれをね、右側じゃね、茶色側。茶色側。じゃあ A ちゃん車もおらんし、こっち側やね。そうじゃね。なんか本気で行きたくなってきた。およそ600m 先、目的地は左側です。本気で行く？おお、坂があるけど。ダメやった。行けると思ったのに。まあしょうがないね。あと500m。500m。え、どっちが？これを右じゃね。茶色が？多分右しか行かれんじゃろ。ああ、ほんとや。茶色側通るね、茶色側。うん。あ、ほんまじゃ。あ、今日ちっちゃい島なんやね、ほんと。ね。今日広島県って大きいよね。広島県はでかいね、結構。あれ通れる？通れるかね、本気で。いけるいける。あれ？
よし、到着。よし、向こう行こう、うん、よかったね。手の感覚を失った。失った、うん、失った。手はどこに行った？売店に変わりました。あっちか、あっちが受付じゃ。止めたい自転車、この辺止めようか。ここは帰るところやね、自転車。大きい木が落ちてる。ほんまや。なんかもうちょい狭いと思ってた。結構広いね、うん、よいしょ。じゃあ貼りますか。貼りましょうか。ここ休憩しとっていいかな。いいよ、ここ座っときにさ。よいしょ。じゃあ父ちゃんちょっとテント立ててしまう。オッケー、あ、じゃあやろう。山かと思っとったわ。あ、キャンプ場？うん、山じゃないんだな。知らんかったよ。知らんかった。よいしょ。おろす。これ組み立てたい。これ。あ、組み立てよ。そう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 。高く上げた方がいいんかな。え、大丈夫大丈夫。つけられるところで。空気入れ。空気入れがあるからやる。やろうか。これで。オッケー。いいじゃん。ほい。ほい。できた？よし。で、これはね、後でライトになるけ。天井のライト。天井のライト、今日はこれ。さあ、今度は寝袋を出そうね、うん、よし、これ開けて中で広げてくれる？中入っていいよね。いいよ。いけそう？いけ。あ、それじゃあ父ちゃん枕がある方で使ってもいいかね。いいよ。ちょっと寒いかもね、今日これじゃ。寒いかもね。いけた？うん、いけたね、よし。こんなもんかな。あとはこのたこ焼きくん装備のものを外していこっか。これ OK ね。よし、じゃあこれ帽子をどっかやって。これと、上着ね。上着と、あとは枕か。枕と、あと父ちゃんの上着。よいしょ。どっちかいる。そうじゃ、お友達が必要だった。これ入れていいかね。あ、いいよ、入れときにさ。今からお出かけするけど一緒に連れてかんでいい？連れてくよね。うん。あ、じゃあ、うわ、ほんまですか。よかったね、これみかんもらったよ。みかん、どうやって持って帰ろうかね。まあ頑張って持って帰ろうか。 OK、 持って帰る。まあ、なんとかしよう。なんか今日いっぱい何年生って聞かれるね。なんでかね。やっぱちっちゃい子があんまりおらんのんじゃない？言うてたこ焼きくんも結構ちっちゃいけどね。うん。まだ。まだ1年生。ねえ。左側を走らんといて。あ、こっちは逆走になる。うん。そうだったわ。逆走になるんだったね。そう。お帰りなさい。左側です。
お疲れ様でした、ね、ただ食べれるものがあるかどうかは分からんよ、うん、好きなものっていうか、それかもうポプラ行ってコンビニ行ってお弁当買うとか、うん、どっちがいい？まあ見てみようよ、空いてるか見てみようか。最初行った道、うん、うん、最初行った道で行こう。ライトは夜つけないといけないね。つけた？うん、つけた。もうちょいしたら坂道が出てくるかな。まあこれ普通にあれ遊ぶ用とかの自転車やけどね。そうだね。よし、これを右に行こう。渡ってから右にね。よし、いいよ、先行っても。父ちゃんが先の方がいい？いや、自分が先の方がいいやろ。うん、なんか遭遇したいと思う、動物と。ああ、そうやね。今日一日ほとんどが自転車乗っとったんだな。そう、ほとんど乗っとった今日は。一日ね。ね。一日以上乗っとったよね、自転車。乗っとったね。今回のだいぶ楽しかったんだな。楽しい。ねえ。あれやったら次は自転車借りてからやってもいいかもしれない。そしたら結構プロっぽいやつを貸してくれるはずやけ。ああ。そしたら多分楽になるよ。どうする？まあ、別に。入ってもいいよ。入る？一回見に行ってみる？見に行くだけ。けど自転車止めとこうや。じゃあ入りたいってなったら入る。そうしようか。これでちょっと行ってみる？うん。とりあえずお風呂見てみよう。うん。今思ったけどまだキャンプって、うん、プロではないよねまだ。誰が？あれ。父ちゃんたち、うん、まだプロとは言えんのんじゃない？そうね。うん、何年かはやっとるけど。そうじゃね。まだプロって言えるんよね。プロはどういう人がプロなんかね。更衣室一回中入ってみようか。あ、これがシャワーじゃん。あ、行く？ちょっと中見てみよう。ちょっとこんなんで良ければ、じゃあ行く。一応入れる。行く。ただ体が寒くなったりせんかな。でもやっぱりお風呂入りたい。大きいお風呂はないよね。大きいお風呂はね、帰り道だったらまだあるけど、でもそれ入りたかったら入ってもいいよ。ちょっと大丈夫かもね。大丈夫？うん。シャワーじゃない方がいい。うん。あ、トイレって。トイレ行く？うん。ね、トイレはこっちや。ちょっと一回トイレの紹介しとこう。ここが洋式なんだけど、ちょっと汚い。まあこれが落ちとるだけでね。ただウォシュレットっていうね、あのお尻を洗うやつもついてるよ。じゃあおしっこ行く？うん。よし。自動販売機はあったかい紅茶とか、父ちゃん好きなボスのミルクティーが一番右の端っこにあるね。そう、あとメロンソーダもあるみたい。いいね。じゃあ歯磨きしますか。出しましょう。待って、高脇くんのライトを消して2つ出してくれる？よし、今持っていこう。いつもこれよね。父ちゃんこれ大好きなの。飲みたい。
このミルクティー。これだね、昔からミルクティーが好きだけど、うん、このね、ボスのね、ミルクティーはね、もっと美味しい。もっと美味しい。そんなに甘くないしね。眠くないやろ。ちょっとしんちゃんでもつけてあげようかなと思うけど。あ、やった。今日どうだった？楽しかったけど疲れた。疲れたよね。うん、疲れたけど、うん、初めてが多かったね。初めて自転車こんなに乗ったし、初めて船に2回乗った、はい、うん、あと初めて、うん、夜にあれ自転車乗った。あー、そうだね。うん、疲れたけど、明日はね、うん、山を登らん道で行こうと思うけ。いいね。ずっと海を通って帰るみたいな。いいね。そうやったらいいやろ、うん、ね。よし、じゃあそれで明日また頑張ろう。うん、おやすみなさい。おやすみ。木の剣だもん。300円かに入ってるけど、今日は今大トンかに7時半に来るって言ったけ。面白かった。ここまた来たいな。うん、また来たい。ね、山登らんかったらいいやろ。うん。あの坂とかさ、うん、降りる時とかそういうのがないようにしてほしい。ああ、はいはいはい。できるだけ平ら。平らな道ね。うん。いいよ、歩いていこう。父ちゃんも怖いんじゃない？ちょっとここ。まあ父ちゃんは大丈夫やけど、まあでも慣れんうちは。ええよ、さて降りていくのも勇気の一つやけ、うん、まっすぐ、これは左、うん、いいよ、大丈夫よ、ゆっくり行きよるよ。ここは車が来るけ気をつけて。で、左じゃね。よし、左側におろうや。しばらくまっすぐじゃね。商店街だね、これ。これずっとまっすぐ突き当たりまで行けるはずやけ。ずっとまっすぐだね。一回見た方がいい。うん。よし。行かれんくなるまでまっすぐだね。オッケー。で、行かれんくなったら左に曲がるけ。うん、まっすぐまっすぐ。よし、行こう行こう。これで朝ごはんしようか。うん。なんかパンがいいの、パン。あ、パンにする？いいよ。よいしょ。ここに止める？うん。初めて一日中自転車乗ったの。ほんまね。今日初めての経験が多かったけ、ついでにもう一個初めての経験して金さん、自分で買ってくる。好きなの選んで。どうだった？
何買ってきた？塩おにぎりです。塩おにぎり、おいしいだ。はい、じゃあその中入れてみて。これでよかった？よかった。うん、食べれんかったらいけない。ああ、そうですね。じゃあそれ食べてから行こうか。ずっとまっすぐ。なんか UFO って歌った。 UFO。 ほんまじゃ。 UFO や。 UFO だって。 UFO って歌った。 UFO って聞いたことない。ね、いやけど車でも大変よね。大変じゃねえ。父ちゃんは休憩できんね。やろ父ちゃん。まあそうかもしれんね。あ、ここ超広いやん。いいじゃん。うーん、青い線久しぶり。え、青い線にたどっていったらいいかね。そう、橋の下通るよ。ほんまね。よし、でギアを上げようか。今日は平らな道だけね、うん、ちょっと昨日とは違うよね、うん、昨日は山道ちょっと行けんかったわ、うん、あれで全部タイヤ取られた。でも平らな道だったら昨日の夜ももしかして疲れてなかったんじゃない？ねえ、あんまりで筋肉痛になってなって寝るぞ。父ちゃん何時くらいで来るの？車とかで家に夕方の6時ぐらいかな。そのスピードだったの？そうじゃねえ、でもええんよこれぐらいでも、うん、今日はたこ焼きくんスピードで行っとるけ、うん、まあ別に早くてもいいんだけど。でもまあ今年2年生だけど、うん、これだけの距離を行って帰れるんじゃけ大したもんよ、うん、ねえ、しかも初めてじゃけさ、うん、今までこういうので練習したこともないじゃん。ないの。うん、いいね、まだ桜があったりするんだね、うん、もう桜ない時期から待ってたわ。ねえ、父ちゃんもそうやろ。うん、そう思うよった。よし、ここで一回休憩ね。何かおいしそうじゃない？あ、でもちょっと見て、あれ。ん？あ、でかっ、うん、こんにちは。あ、こんにちは。頑張って。よし、頑張れ。よいしょ。父ちゃんおるよね？おるおる。まあでも確かにどっちに行ったらどっちの島かっていうのは分かりづらいに、一回迷ったら多分分からんと思うわ。ああやね。うん、一回迷ったらどこがどこだってなるかも。ね、とにかくこの道ずっとまっすぐ。うん、この因島大橋っていうのはこのルートで行かなきゃいけないんだけど、反対側だと見えなくて分かんない。右に行こう。止まれんところ一回止まらなきゃいけないね。よし、大丈夫。うん。で、まっすぐ？まっすぐ。
ナビでやると、うん、車と歩きがあるんよ、うん、で車だとさっき父ちゃんたちが行った方向に行って、うん、で歩きだとさっき父ちゃんたちが間違って行った方向に行く、うん、で自転車が寺っぽく、そうゆっくり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 、気をつけない、あのブドウのさ、うん、あ、マスカット、マスカット狩りってある、マスカット狩りもあるはず、え、やってみたい、マスカット、おー、じゃあ今度いつかね、うん、マスカット好き、なんか見えてきたぞ、なんか見えてこん？うわぁ！なんだあいつ？チャイルが見ているぞ。真っ白だね。真っ白じゃねえか。よし。今ちょうどこっちも地図見てたんですけど。はい。なんか青いラインがないと不安になる。ああ、まあそうですよね。多分こっちからは行けるとは思うんですけどね。それにしても今日は多分迷子になる人が多いんやろうね。そうかもしれない。あれ？あれ？嘘？ちょっと待って。こっから登っていこう。かわいそうなことしてしまった、うん、よいしょ、行こう、いいよ、今日これも乗ってやる、大丈夫、この橋渡ったら最初の島に戻るよ、山口、いやいや、まだ広島だけど、うん、一番最初船に乗って降りてきたでしょう、うん、あそこの島に行く、ということはゴールはもうちょい、ゴールあとちょっと、あとちょっとでゴール、うん、で降りていく、今から走る、走る、次来るときは絶対道間違えんだろう、間違えんね。よし、ちょっと待ってよ、一回止まらねえきゃ、止まれで、よし、こっち来よう、ここでストップ、やったね。ちょっと休憩させたい、いいよ、ゴミ多分捨ててないけど、ゴミがあんまりないね。この辺の海は綺麗なんや、ほんまね、橋が見えた、とうとうここまで来たね、うん、あともうちょっとじゃ、いいよ、めっちゃ走ったね、ここまでよう頑張ったね、よう頑張ったわ、楽しかったね、楽しかった、うん、うんうんうん、
紅茶も楽しかった。あと4キロ。4キロ？うん。やったー。4キロなんてすぐよ。ね、すぐすぐ。けどこういうところ行ったね。こっちだろ。うん。ちゃんと地図見ながら行けよ。大丈夫。地図見ながら行くんだよ。うん。いいこと教えてあげよう。残り1キロ。よし、船乗り場に着きました。え、すごいね、ただの遊び用の自転車。ね、よう言ったよ。これただ遊ぶだけの自転車やから。ね、それでここまで来たってやばいよ。自慢できるよ、これで愛媛県行ったんじゃけってから。うん、一番前まで行こうか。帰ってきたぞ。よし、登っていこう。よし、あとちょっと。ここじゃね。帰ってきたぞ。着いた。よう頑張った。疲れたわ。うわ、懐かしい、ここ。いや、本当楽しい。どこのドア開けてくれる？あ、ごめんごめん。なんか言おうとした。なんか本当楽しかった。本当大変だったけど、楽しかったよね。楽しかった。父ちゃんもすんごい楽しかった。大変だったけど楽しかった。やっぱ一緒に行けるのが一番いいね。うん。さあ、帰ってきました。どうだった？楽しかった。楽しかった。結構大変だったけどね。うん。うん。これからは車で家に帰りましょう、うん、今回は予算が1万円で、うん、最後の1000円、残った1000円、駐車場代が1600円で、最後残った1000円であれを食べよう、モスバーガー。これをお昼ご飯にしようね。うん、ちょうどぴったりだったけよかったよね。1000円、1000円ぴったり、しかも最後に残った1000円、うん、最後の1000円で買ったシェイクね。うん、最後の1000円で買ったシェイクは美味しいや、うん。これ、うわ、美味しそう。ちょうどチーズが溶けてないわ。うん、うん、これがいいよ、チーズが溶けてないんだ。食べるね。うん、うん、頑張ったけね。うん、頑張ったよね。頑張った。ただいま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 。あ、ごめん。ただいま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 。ただ